スノー大谷翔平が19日のマーリンズ戦で50本塁打、50盗塁を達成したことを受け、米メディアも相次いで異業を報じた。イーグ公式サイトは大谷がこの試合、3打席連続本塁打を含む6安打、10打点、2盗塁をマークしたことに、メジャーの歴史に残る偉大なパフォーマンス、と最大級の賛辞を送った。 スポーツ専門局 ESPN も公式ページのトップで活躍を伝え、指名打者1任人の選手で、初の最優秀選手、MVP を獲得し得るとアメリカンリーグで受賞した2021、23年に続き3度目、ナショナルリーグでは初となる MVP を視界に捉えているとした。他競技のスーパースターからも驚嘆の声が聞かれた。 ドジャースと同じロサンゼルスに本拠地を置くプロバスケットボール NBA レイカーズのレブロン・ジェームズは XQ ツイッターで